皆さんこんにちは、エッチャリンコです。いつもご視聴ありがとうございます。今回私がやってきたのは代々木上原駅。今日の目的地は重要文化財の旧前田家本邸です。少し迷ったので徒歩で約20分かかりました。旧前田家本邸の屋敷の土地は1967年に都立駒場公園として開園されました。現在公園と日本風の和館は目黒区が管理しています。前田家が住んでいた頃の姿が現在もよく残されているようです。前田家のお屋敷というと本郷にある東京大学の赤門が有名ですが、1926年に本郷の土地と東京大学の駒場の土地を交換してお屋敷をこちらに移すことにしたそうです。1929年に建てられたこの洋館はイギリスのカントリーハウス風のデザインです。さあ入り口に入って靴を脱ぎましょう。洋館の管理は東京都がしていて見学は無料です。こちらに住んでいたのは旧加賀藩主前田家16代当主の公爵前田利成とその家族です。こちらの洋館は家族の生活の場であるとともに迎賓館としても利用できるよう設計されました。マントルピースや壁の装飾などあちこちで細やかなデザインが施されています。ここは晩餐会のための部屋で最大で26人までのディナーができたといいます。隣にあるのは普段ご家族で食事をしていたお部屋でしょう。奥の棚には配膳用のエレベーターがついているそうです。こちらの客室ではお客様をもてなすために座り心地の良いソファーやテーブル、観葉植物などが配置されていたそうです。階段の下にはマントルピースと作り付けソファーをしつらえた親しみやすい空間があります。では2階へ行ってみます。2階は公爵家のプライベートな空間です。菊子夫人のお部屋は最も華やかなお部屋で、家族や親類の集まる居間でもありました。こちらにある絨毯は実際に使われていたオリジナルを修復したものです。2016年から2年かけて行われた保存修理工事では、オリジナルの断片や古い写真をもとに壁紙やカーテンまで復元されました。前田利成公爵はこのお屋敷の建設期間中、大使館付き武官としてイギリスに駐在していました。海外の文化や芸術にも造詣の深い方だったんですね。しかし
太平洋戦争に出征していた年成公は1942年にボルネオで戦死してしまいます。その後お屋敷は中島飛行機の手に渡り、戦後は連合国軍に接収されました。こちらのお部屋では分かりやすい説明のビデオが見られます。紆余曲折の歴史を経ながらも当時の上流家族の暮らしを知る貴重な文化財です。さて、一旦外に出て和館へ向かいたいと思います。かつて車庫があった場所にある公衆トイレ、実は洋館と和館は渡り廊下でつながっています。東京都と目黒区の管轄が違うからでしょうか。一度外に出ないといけません。目黒区が管理する和館も無料で見学できます。こちらで靴を脱ぎましょう。和館は主に外国からのお客様をもてなすために建てられました。洋館の南側には広大な芝生の庭があります。ここでゴルフをしたり、雪の日にはスキーをして子どもたちが遊んだようです。はい、それでは駅の方に戻ってお昼ご飯にしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。またね。